モンセフ・マルズーキは、チュニジアの人権活動家、内科医、政治家。2011年12月12日に、政権議会で、同国大統領に選出され、3年間務めた。グロンバリアに生まれ、フランスのストラスブール大学で薬学を学んだ。1979年に帰国すると、スースにコミュニティメディシンセンターを設立する一方、児童虐待防止のためのアフリカネットワークを、 結成した。チュニジア人権同盟にも加わった。マハトマガンジーの非暴力抵抗運動を学ぶため、インドを旅し、アパルトヘイトから転換した南アフリカ共和国も、訪ねた。1991年に政府が、イスラーム主義政党の名札に徹底した弾圧を、加えると、マルズーキーは彼に法を遵守させようとして呼び寄せた、ザインアル・アービディーン、ベンアリー大統領と対決した。 1993年には両親の囚人の国家防衛委員会創立委員となったが委員会が政権の支持者に乗っ取られた後辞めさせられた。虚偽報道の権限や禁止されているイスラーム主義団体に関与した過度で何回か起訴もされた。その後自由国民委員会を結成。アラブ人権委員会の委員長に就任し、2011年1月17日現在、 その役員でもある。2001年に設立した共和国のための会議は2002年にその活動が禁止された後はフランスに移って活動を続けた。ジャスミン革命でベニアリー大統領が亡命したのを受けてマルズーキはチュニジアへの帰国と大統領選への立候補の意思があることを表明した。2011年12月12日、チュニジアの政権国民議会は 賛成155票、反対3票、棄権42票でマルズウキを暫定大統領に選出した。棄権は野党のボイコットによるもので、新憲法を非民主的だと指摘していた。就任から一夜明けた12月14日には、名札のハンマーディ・ジバーリーを首相に指名した。ジバーリー内閣は12月20日に発足した。その後、マルズーキは二千十四年三月に、 ジャスミン革命以降発令され続けていた非常事態令を解除し、翌月には財政状況の悪化を理由に自身の報酬を従来の3分の2に削減した。また、同年にはチュニジアにおけるいわゆるアラブの春を成功に導いた功績を評価されて、ノルウェー放送協会からノーベル平和賞の最有力候補に挙げられた。同年12月末に大統領を退任。 2012年3月28日、二人の男が神への冒徳によって有罪判決を受け、7年半の懲役刑に服することになった。二人はネット上に予言者ムハンマドと妻愛者がセックスをしているイメージ画を投稿していた。マルズーキは5月のアルジャジーライエゴバンとのインタビューで、この一件によってチュニジアにおける市民の自由が、 脅威にさらされているとは感じないと答えた。5月3日にはさらに、ネスマ TV オーナーのナビール・カルーイなど3名が、神への冒徳と、公助両族をか乱した角で有罪となった。ネスマ TV は、神の視覚表現がある2007年の映画、ペルセポリスの吹き替え版を放送することにしていた。責任者であるカルイには2400ディナール、映画の吹き替え制作に携わった。 放送局の番組編成ディレクターと女性団体代表にはそれぞれ1200ディナールが罰金として課せられた。この件についてマルズーキはチュニスの大統領宮殿で記者らにこの評決はチュニジアのイメージを悪くするのではないか。今、チュニジアについて話している世界中の人々は漏れなくこのことを話題にしているだろうと述べた。ありがとうございます。